はい、こんにちは。今日は集まりいただきありがとうございます。宮下と申します。よろしくお願いします。ピンゴルフというのはですね、女性たちが楽しそうにゴルフやってるところをお伝えしているということで、このバンヤードストームの宮坂さんと一緒にですね、女性限定のイベントをさせていただくことになりました。よろしくお願いします。ピンゴルフのリサと申します。よろしくお願いします。短い時間ではありますが、楽しんで濃厚な長い時間と思えるぐらい、いただけたらなと思います。よろしくお願いします。ピンゴルフの順です。今日は先生からどうやったら飛ばせるかっていうのを教えていただけて、さらにその後ドラゴンのゲームをします。飛ばせるように次回になりますけども頑張ってください。バンヤードストームの宮坂です。お願いします。今年からゴルフウェアちょっとやっていて、今お二人が似ているんですけど、まあ、基本的にはなんか普段のお買い物と同じ感覚で買えるようなアイテムを結構展開しているので、よかったら今日ぜひ触ってみてください。ドラゴンゲームは後でありますので、チームで、一番飛ばしたチームが、豪華な物語に入ります。もう一つは MVP 賞というのがありまして、このイベントを、楽しんでいるなと思われる人1名に、はい、どっちか好きな方を上下、はい、上下マジなやつ、はい、マジなやつ。ボリューミーな人でもいいですし、リアクションがすごい人でもいいですし、ブンブン振りました人でもいいですし、そこはもうこの3人の主観で決まります。このあと早速飛ばしのレッスンに入るんですけれども、教えてくれる先生をご紹介したいと思います。お父さん富澤さんです。ちょっとあんま私生活で普段女性に囲まれることないんで、あの緊張しますけど頑張るんでよろしくお願いします。はい、はい、はい、富澤と申します、はい、女性インストラクターということで、はい、あの皆さん女性目線で飛ばしをコツを集中して教えますので、今日コツをつかんでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、します。飛距離を伸ばすために重要なことっていうのがあるんですけども、何だと思います？振る。おー、振る、めちゃくちゃ大事。めちゃくちゃ大事。思いっきり振ると何が起きるかっていうと、ヘッドスピードが上がる。まあ、要は簡単に言ったら、ヘッドスピードが速ければ速いほどボールは飛ぶっていうことなんですけども、そのヘッドスピードを上げるコツっていうのを今から喋っていきます。で、今日やってほしいことは2つだけ。まずは2つだけ。いかに体、特に下半身を動かさないか。そもそもゴルフってボールが打つまで動かない、止まってるので、構えて上げて構えた位置に戻ってこればボールにはきちんと当たるわけじゃないですか。で、元に戻すっていう動きをするためには、できるだけ無駄な動きってしない方がいいので、無駄な動きを一番してしまう部分っていうのが下半身。例えば上げた時にグーって左膝が動いちゃって、打つ時にドラーンって思いっきり右足が動いちゃうみたいな感じになっちゃうと、そもそもここの元に戻すっていうことがやりづらくなっちゃうんで、まずは両足をできるだけ踏ん張って動かさないようにする、常に。で、これができてきたら、もう一つ、二つ目、いかに手を使って振るか。非力な女性だったりとか初心者の方っていうのは、まずは体を使う前に手の使い方を覚えちゃった方が早い。で、じゃあ手をどうやって使うかっていうと、下半身、動かさない下半身に対して構えてあげて、ここから皆さん左利きの人っていますか？いない。皆さん右利きなので、構えてあげたらクラブを左手でグーって引っ張ってくるんじゃなくて、右手でビュンクラブを走らせていく、ヘッドをくるんって走らせていく意識で、まあ、多分今まで左手をしっかり使ってたって言われたりとか、使ってた人も多いと思うんですけども、まあ、皆さん右利きですし、右手の方が力も強いし器用だと思うので、だったらわざわざパワーが少なくて不器用な左手を使うんじゃなくて、しっかり右手を使って振っていこうっていうのが、まずの、きちんと当てる方法プラス飛距離がしっかり伸びていく方法になってくるので、じゃあ今から、ここの2つ
ことをまず意識してやっていきましょう。下半身を動かさない、右手をしっかり使って手で振る、手打ちでいいです。じゃあ打席に分かれて打っていきましょう。止まってるからです。そうです。ああ、ナイスショー、すごい。うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ああ、そう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 。今かなり遅く上げますよね。今かなり遅く上げたけど、見てる側からしたら別にそんな変じゃないですよね、上げると。遅い感じもしないから。この状態を作ったまま腕だけ。私の方にお腹を。腕だけを振る。そうそうそう。OK、じゃあラスト。さっきの僕みたいに最後の最後にくるんって回るだけ。おお、めちゃくちゃ綺麗今。それでも全然変じゃないですか。そうなんです。前で。まずはここを止めた状態で返すっていうのがまず第一。ここを動かしたら左しか行かないです。右手の返し。周り出すとぐるぐるスピードを上げていくっていうボールの性質になってるんですよ。何が言いたいかって言ったら、ゴルフは中が空洞じゃないんですよ。コアって言ってボールの中に芯があります。で、その芯をバチッと潰すように振らないと飛ばないですよ。なんか、はい、力抜いて軽く打ってってみんな言ってますけど、そんな飛ぶわけないじゃないですか。ボールの中の芯を打たないとダメなんですよ。でも取り出すわけにはいかないんで、それをどうやってやるかって言ったら、もう簡単な話、クリームパンを皆さんまず頭に描いてもらって、アドレスした時に私はクリームを打つと思って打ってみてください。これすぐ飛ぶようになるんで、はい、練習開始。ちょっと待って、クリームパンがあります。構えたらよし、クリームを打つっていう感じ。そう、クリームをね、そのクリームだけ考えてパッと打って見る。すると本当にインパクト強くなる。本当にこれが嘘だったらもう俺出番ないから。
いいですか、今からドラゴン大会をします。皆さんドライバーの打ち方の飛ばし方学びましたね。もう多分飛距離は 200% 伸びてるはずだと思いますので、その成果をやるべくドラゴン大会を行います。今ここに計測器があります。ね、この計測器がありますので、これ打ったらピッてちゃんと数字出ますんで、その数字を見て書いてください。で、一旦じゃあ純ちゃんもやってみてくれますんで、はい、今さあ出たか、152、ちょっと辛めですね。この計測器は辛めなんですけど、これ152と書いてありますんで、今から開始で10分います。じゃあ用意スタート。時間です。はい。お。ちょっと柔らかすぎ、ドライブ柔らかすぎてっていう人。下がっていってるよ。調達してきた。チェンジ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 。あ、上達しすぎてね。確かに。そうそうそう、ヘッドスピード上がりすぎて柔らかいなっていう人。ある。うん。こっちの方が良さそう。オーナーショー。あと1分でーす。お、出た。あ、飛ぶんですよ。280ぐらい。すごい。誰かの記録に書いてた。まだ MVP は選ばれてないので、自分かもっていう人はちょっと動きながら怖くて全部が終わって、最初の振りより明らかに皆さん振りが強くなってるなっていうのはすごい感じました。なんかこう振るっていうのは最初はすごく違和感だったり難しかったりすると思うんですけど、やっぱり女性は力がないので、とにかくまあこういう個室の練習場とかだと球の行方を気にしなくていいので、とにかく振るっていうことに徹して練習するのもいいんじゃないかなと思いました。はい、これからも練習とゴルフと皆さん頑張ってください。今日先生が教えてくださったその手を振るって方法は、私もゴルフを始めるときにやっていたことで、やっぱりなかなかその体を使って打つってすごく難しくって、どうしても力がない分手が遅れてきちゃうんで、まあ、よく本に書いてあるような腰を使ってとかっていうよりかは早く上達する方法なのかなって今日先生のお話に聞いて改めて思ったので、皆さん手を振るっていうことをまあ意識してやってみてもらえたらいいなと思いました。あと今日すごい楽しそうに皆さんやっていて、私もちょっとやりたくなっちゃって振っちゃったんですけど、はい、これからも皆さん頑張ってください。今日ありがとうございました。はい、皆さん楽しんでいただけたようで、それが何よりです。ちょっと私も練習嫌いだったんですけど練習しようと思いました。帰りにお土産を、はい、参加賞を共有しているので、僕は結構豪華だと思うのでちょっと自慢させてくださいね。銀座のブノワさんっていう、ところからあるで、いいもんなんで、バンヤードストームさんから最新のカタログとトートバッグとか T シャツとかちょっと袋系のものを一つ入れさせていただいているのと、新しいブランドでコスメのブランドがあるんですけど、そのブランドさんからちょっと協賛をいただいていて、あ、筆筆アイライナーアイライナー筆ペンじゃないこのヒローゴルフインパクトさんからボール1個、そうです、あとリンゴルフから帽子1個ありますので、配ったら作らない帽子なので、売ってない帽子なので、チームドラゴンの優勝チームはですね、合計が631ヤードです、お名前はルン、ワッシー、アンナ、誰ですかね、はい、一番飛ばした人がいますので、その人名前だけ発表します。プレゼントありません。青木純さんです。はい、おめでとうございます。177ヤードでした。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、MVP は決めたの？決めました。あ、決まってるの？はい、じゃあ、はい。じゃあどうぞ。
ゴチみたい。ゴチみたい。ルルル誰かな。あ、ゴチみたい。ルルルルとにかく楽しそうに一生懸命楽しそうっていうのと、はい、ドラゴンですごい忙しそうにバーって言ってて仕草スパイドみたいな感じがするのかなと思ってエンジョイしてくれた、はい、じゃあ今日はありがとうございました。